下関で活躍している地元を愛する人たちをご紹介するトーク番組、素敵な下関人を山下真由美がご紹介。それでは行ってみよう、下関人図鑑。ジェイカムからお届け、下関人図鑑。なんかすごいデュエットのように揃えていただいてありがとうございます。はい、この番組は下関で元気に活動している下関人にゲストとしてお越しいただきましてお送りしています、トーク番組下関人図鑑です。進行役は私、ジェイコム下関地域アナウンサー山下真由美です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、今回のゲスト69人目となりました、こちらです。調布警察署交通課長の奥沙織さんです。はい、調布警察署で交通課長をしています奥沙織と申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いやね、今回お邪魔しておりますのはですね、下関市調布西川にあります、はい、調布警察署でございます。奥さんのね、はい、お勤め先ということで。そうですね、ありがとうございます。お邪魔してますけれどもね、いや、こちらのお近くにお住まいということで。そうなんですよ、本当に近いところに住んでいて、ここまで通うのにもう車で10分というですね、非常に今ありがたい環境で勤務させていただいております。そんな中、はい、下関人図鑑今回お送りします。テーマをご紹介しましょう。こちらです。1つ目、交通巡視員から女性警察官へ。2つ目、山口県初の女性交通課長、その役割とは。3つ目は山口に今必要な交通安全対策、こちらの3本柱となっております。はい、お願いします。ではまず1つ目なんですけど、はい、交通巡視員から女性警察官へというテーマで参りますよ。はい、まず奥さんなんですが、はい、どちらご出身でいらっしゃいますか。私はですね、うん、長門市というところで、金子美鈴を産んだ長門市の出身でございますよ。なるほど。はい、まあ、こちらでは生まれてお育ちになったということですかね。そうですね、長門市で生まれまして、うん、高校生時代まで長門市に住んでました。うん、そうですか。はい、ご家族の構成としては。両親と、うん、妹ですね、4人家族だったですね。うん、あ、そうなんですね。はい、なんとちっちゃい時のお写真お借りしております。こちら、あら、かわいらしい。はい、いや、なんか天然パーマですか。そうなんですよ。チルチルしてますね。本当に何でしょうね、この変わり映えはですね。私も幼少期の写真を見るとですね、この本当にいつどうしてこうなったのかと私も今思いますけれど、昔はこのような。あ、そうですか。はい、何歳ぐらいですかね、これね。3歳ぐらいですか ね。まあ、小学校ぐらいの時になりますと、どんなお子さんでしたか。小学校の時はですね、うん、もう小学校の担任の先生から非常に活発と言われておりまして、うん、小学校入る前は非常に内気だったらしいんです。うちの母親によるとですね、なんですが、なぜか小学校に入るとですね、やっぱり友達もたくさんできたんでしょうかね。うん、活発によくしゃべり、よく食べ、うん、よく動き、そのような、はい、幼少期を過ごしてまいりました。そうですか。中学生はですね、やっぱり人気のスポーツがバスケットボールだったんですね。そうですか。なので、うんうん、バスケットボール自分もやってみようかと、うんうん、入りまして、一度は頑張ってみたんですけれども、うん、このレベルの高さと来たら素晴らしいものがありまして。強い学校だったんですかね。もう本当にこう周りについていけず、にぎやかしはしたんですけれどもね、能力がついていかなかったということで途中でやめましたけども。やめちゃったんですか。楽しく、ね、楽しくは過ごしましたね。はい、他にもなんか中学生はバスケを。そうですね、バスケットボールを、はい、やりました。ちょっと素朴な感じで。あ、でもなんか、はい、バスケしそう。そうですか。高校生の時はですね、うん、これがですね、勉強しなかったんですね、本当に。進学高校だったんですけれども、
これが勉強せずにですね、部活ばっかりしていて、その部活も一つではなくてですね、一つじゃない、はい、あの野球部のマネージャーをやったりとかですね、管弦楽部でチェロを弾いてみたりとか、すごい、漫画研究部で絵を描いてみたりとかもうちゃんと正規にこうクラブに入ってなくてもいろんなところに顔を出してはもう冷やかして賑やかしの、そのようなですね、そういう役回りだった。そうですね、いろんな経験ができたので ね、それはもう宝です ね、はい、そしてなんかあの今ちょっとこう、はい、こういう活発な感じですけれども、はい、趣味がそうなんです、趣味ちょっと地味なんですよね。これが地味な感じで、あの、これ私の自宅で集めている貝殻の一部なんですね、一部なんですけれど、すごいいろいろありますけどね、小さい頃からですね、本当にあのこの貝殻の形、いろいろもう今何ですか、流行る言葉で多様性とかね言ってますけど、これはいろいろな本当に形種類特質、こういったものに見せられてですね、これに関してはなんか話が止まらない感じがするので、ここで終わりとしましょう。はい、そうですね、はい、そうしてください。はい、で高校卒業されたら、はい、その後どうされたんですか。高校卒業した後はですね、交通巡視員になりました。うん、ほう、交通巡視員って、はい、どんな仕事でしたっけ。駐車違反のですね、取り締まりを当時する仕事だったんですけれど、その写真がこれですね。あら、まあ、これ警察官じゃないんですか。警察官じゃないんですね。あの警察官の制服よりもちょっとなんかあの色がね、水色で薄い感じですけれども、交通巡視の当時の制服ですね。今はもう制度がなくなってしまってですね、うんうん、平成11年に亡くなることが決まって、うん、交通巡視員が亡くなるので、それと同時に警察官に任用替えということになりました。そうなんですね、駐車場の取り締まりばっかりしてますからね、もう本当に。なるほどね。そうなんですよ。そうですか。じゃあもう警察官などは平成12年ということですね。そうですね。山口県初の女性交通課長、その役割とはというテーマでございますけれどもね、はい、あのまあ、警察官になった奥さんですけれども、はい、まあ、それまで、下関にはじゃあいつ来られたことになるんですかね。下関はですね、うん、下関署、警察、下関警察署が振り出しなんですけれど、交通巡視員になって仕事を始めたのが実は下関警察署からになりますね。なるほど。それからどのようなこう経歴といいますか、はい、お仕事をされてきたんでしょうか。下関警察署でですね、約10年ぐらい交通巡視員頑張って勤めさせていただいて、交通巡視員の制度がなくなってしまうということで、はい、その後はですね、警察官になって、今度は長門警察署の方に転勤になりました。はい、そこで承認試験合格して、今度は彦島警察署になりました。彦島警察署で交番勤務を2年やった後、今度また下関警察署に巡査部長でね、仕事をまた交通で、はい、頑張ってやって、そこでもまた、うんうん、なんとですね、うん、承認試験に合格して、しまいまして、今度はあの警部補っていわゆるあの係長クラスなんですけれど、宇部警察署の宇部駅前交番署長ということで、そこで1年勤務いたしました、うんうん、そこから今度はまたなんとですね、下関警察署に戻ってまいりましてですね、もう私のホームグラウンドみたいなもんですね、下関警察署は。そうですね、はい、定期的に戻ってる感じですよね。定期的に戻ってきます。で下関警察署でまた交通で係長として仕事をして、うん、そこでなんとですね、またこれがここであの承認試験に合格してしまいまして。素晴らしいじゃないですか。ですね、うん、でそれで今度はあの警部になってですね、今度はあのそこから警察本部の運転免許課って言って、あの免許センターの方でお仕事をさせていただいて、はい、で次に小串警察署、調布警察署のお隣ですけどもね、はい、小串警察署で地域交通課長ということで課長職に。なるほど、はい、ここで山口県初の女性交通課長が誕生したということですね。そうです、思いがけず、はい、結構話題になりましたよね。話題にさせていただきました。ありがとうございます。いやいや、そして今年の3月に調布警察署に来、ね、られたということですね。はい、いや、周りの反応というのはいかがでしたか。女性初のって言われて。そうですね、もう女性初っていうのは本当にもういろんなところでいろんな人から言われて、うん、私もそこまでは気にしてはなかったんですけれども、知らず知らずのうちに
女性としてということに求められることに、うん、この知らず知らずプレッシャーをちょっと感じてしまってですね、で、まあ、女性として、活躍するにはどうしたらいいのかなといろいろ考えました、うん、でもよくよく考えてみると、うん、人間って女性と男性がいるじゃないですか、まあ、そうです ね、ただ課長さんも女性と男性っていて当たり前なんですよね、うん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 、そう考えてみると例えば女性の、ね、ソフトさであるとかそういったものをあの十把一からげに女性というものについての活躍ではなくって私個人が私のらしさで活躍することが女性活躍かなと。なるほどですね、はい、いや私らしく頑張ってます。わかります。調布警察署こちらには、はい、女性の警察官ってどれぐらいいらっしゃるんですか、はい、今ですね、うん、14人います、うん、かなり増えました、うん、あそうですか、はい、山口県警察もですね女性警察官を増やそうということで全体の1割を目指しておりまして、調布警察署はその1割をですね、うん、なんとか目標をクリアをしているような状況に今あります、なるほど、はい、じゃあその女性警察官の皆さんは、はい、奥さんを見て、はい、あのこのような警察官になりたいという方もいらっしゃるじゃないですか。どうですかね。でも目標と言われるほど私がじゃあそこまでやってるのかというと少々自信はないんですけれども、だけどやはりあの皆さんからね今から若い人なんか特に出てこられて、私がロールモデルっていうわけじゃなくて一つのね見本でいいのかなと、もうあの男の人の、仕事のやり方であるとかそういったことをね真似するわけじゃなくって、その女性のその個人の、らしさで頑張ることがですね、やっぱりそういったやり方でも仕事ができるんだよ、仕事ができているんだよっていうような見本として見ていただければいいのかなと思っています。素敵な家族写真をちょっとお借りしましたけれども、はい、ちょっと真ん中はご主人ということですね。そうですね、いつぐらい結婚されたんですか、はい、これがですね、24歳の頃だったかな。早い。じゃあこちら一番端っこは息子さんですかね。そうですね。いくつですか。あ今ですね今年22になりますね、はい、大学4年ですね、卒業しますね、はい、そうです。いやしっかりと子育てもしながら、はい、家庭と両立しながら警察官頑張っていらっしゃいます、はい、山口に今必要な交通安全対策ということで、はい、もう奥さんはずっとこれまで、はい、あの交通関係の、はい、まあ、部署お仕事にずっと疲れてきたと思うんですけれども、はい、あのまあ、交通課長さんということで日頃はどんなお仕事されてますか。もう交通の課長なんでですね、うん、もう交通全般なんですけれども、はい、あの調布警察署管内の住民の皆さんがですね安心で安全な暮らしができるように交通の分野でありとあらゆるですね施策をですね、決めて取り組んでいます。具体的にはですね例えば交通安全講習であったりとか道路の信号機とか交通規制の関係のですね、いろんなどういったものを取り付けようかという道路管理者の方と話をしたりであるとかですね、交通事故事件の捜査の指揮などですねいろいろ、はい、もう全般にわたってすごい、はい、させていただいてます、ね、現場にも事故が起こって、ね、現場にこともあるということでですね、はい、大きい事故については私も現場に行きますよ、はい、山口県内の交通事件とか事件とか事故に関するこう、はい、現状とかっていう教えていただけますか。はい、うん、山口県のですね交通事故死者数については、うん、今日が7月の15日ですけれども、うんうんうん、昨日現在で18人の方が亡くなっておられてます。でこれは前年対比マイナス4人という少ない数ではあるんですが、うんうんうん、問題はこの18人の中の、13人が65歳以上の高齢者の方が亡くなっているという、うんうん、現実があります、うんうん、そしてまた、高齢ドライバー関与のですね交通死亡事故、全交通死亡事故件数が18件のうちの9件がこれまた高齢ドライバーというようなことでですね高齢者が関与する、交通事故については非常に高い割合を占めているという現状でして、うん、調布警察署も同じなんですね、はい、今年になって2件の交通死亡事故が発生をしているんですけれども、うん、いずれも亡くなられた方は高齢者でした。あ、高齢者にね、はい、事故にあったり起こさせないような、そうですね、施策もねいろいろ考えていると思いますけれども、はい、具体的にはこうどんな、はい、
取り組みがありますでしょうか。はい、まずですね、運転卒業制度というですね、施策があります。はい、これはですね、高齢者の方65歳以上のですね、運転免許、有効な運転免許を持っておられる方が自主的に返納された場合の制度となっています。まあ、よく言われてますよね。そうですね。そういう話題になります。はい、で有効期限中にですね、こうやって返納していただきますと、タクシーの割引であるとかですね、あるいは、まあ、飲食とかですね、お買い物する時の割引とか協賛のですね、お店がですね、そういった割引のチケットをくれたりとか割引をしてくれます。運転卒業証って言うんですね。そうですね、運転卒業すみません、運転卒業証制度ですね。そうなんです、卒業したらこういろいろこう卒業証がいただけたり、そう証明書がいただけたりっていうのがあるわけですね。そうですね、運転経歴証明書はですね、身分証明書の代わりにもなりますので、申し込みされる方大変最近は多いですね。そうですか。はい、次はですね、安全運転サポートカーの試乗体験ということで、はい、これはですね、車のディーラーの方とですね、警察の方で、まあ、タイアップして、ブレーキアシストであるとかですね、踏み間違い事故を防止する装置であるとか、そういったものを体験してもらう、取り組みになっています。で、何人かでですね、10人とか20人とか集まってもらうようなですね、そういったイベントがあって、ぜひこういうのやってもらいたいっていう方がいらっしゃったらですね、警察と、車のディーラーの方で出向きますので。そうですか。はい、ぜひ体験していただきたいなと思っています。じゃあ人数集めて、はい、あの警察署になんか連絡すればやっていただける、はい、そうですね、ということですかね。はい、なるほどなるほど。はい、ドライブレコーダーのですね、はい、無料貸し出しということでですね、警察署にはですね、ドライブレコーダー無料で貸し出せるものをですね、用意しています。で、運転機能が低下しておられる方、運動機能とかあるいは認知機能とかちょっと運転に不安があるなという方でですね、でも誰もですね、自分の運転を見てくれる人がいないとかですね、そういったものを客観的に自分の運転を見てもらうためにはドライブレコーダーは非常に有効な手段となっています。そのドライブレコーダーをですね、無料でただでお貸ししますので、ぜひぜひつけていただきたいなと。はい、でつけていただいた方にはですね、これは、調布警察署オリジナルドライブレコーダー搭載車ステッカーというのを、はい、準備しておりまして、これ調布警察署のオリジナルです。はい、オリジナルですか。はい、なんだかあの昨日出来上がったという急いで作りましたけど、はい、これをつけていただくとですね、はい、高齢者の運転でゆっくりゆっくり歩いていて、なんか後ろから煽られたりしたらどうしようって言われる ね、そういった不安のある方もいらっしゃるかもしれません。ドライブレコーダーをですね、つけていただいた方にはですね、このステッカーをですね、お渡しいたしますので、つけて走っていただければですね、自分も安全運転するし、周りのドライバーも、あ、気をつけて運転してあげようかなということでね、安全な交通になるのかなと思いますので、ぜひぜひ活用の方していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それでは最後にですね、はい、奥さんの方から、はい、なんか一言ありましたら見ている方にどうぞお願いいたします。はい、はい、警察はですね、もう本当に日々いろんなことが起きています。犯罪もそうですけれども、交通事故の事件とかも、複雑多様化をしています。それに応じてですね、住民の方の要望もですね、ありとあらゆる要望が毎日毎日来ます。でどれもこれも、対応してですね、住民の方の安心安全のために警察は日々努力をしています。ただ一方でですね、警察の方もその住民の方の要望あるいは、犯罪の事件事故をですね、処理する能力を高めるためには、今流行りの言葉ではありませんけれども、ワークライフバランスというのが非常に必要になってきています。両輪をですね、その2つをですね、高めていってですね、警察を強くしていくためにはですね、何が必要なのかなと言いましたら、固定観念ではなく、柔軟なですね、発想を持った方が必要なのかなと思いますし、私も日々それに努力をしているところです。今後ですね、警察をですね、もっともっとより良くしてですね、皆さんに安心安全をお届けするためにですね、どうかこれを見ておられる方へですね、一緒に警察に入ってですね、頑張っていこうと言われる方いらっしゃいましたら、こちらのポスターにもありますが
ぜひ警察官を目指していただいてですね、私と一緒にですね、より良い警察を作っていただきたいなと思います。どうかよろしくお願いいたします。8月23日までですかね、はい、そうですね、はい、申し込み期限でございます、はい、奥さんと一緒にね、はい、あの警察官になって、はい、あの下関山口のいろいろな安心安全をちょっと、はいね、あの活動を頑張っていただけたら嬉しいなと思いますので、はい、奥さんもそうですね、らしく、らしく、奥さんらしく、らしくこれからも頑張っていただきたいと思います、はいはい、今回の下関人図館は調布警察署の奥沙織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。